今回は実在した人体実験部隊、組織の名前は731部隊、正式名称関東軍防疫給水部、名称からもわかるように戦線での水の確保を目的とした研究機関でした。ただ裏の顔は想像を絶するものでした。なんと生きた人間での人体実験をしていたんです。手術の練習台、病気に感染させる未確立の治療法の実験など、様々な実験をしていたと言われています。手足を人為的に凍傷にしてぬるま湯や熱湯で温める凍傷実験というものもあったとか。言葉になりませんね。